はい、今回は、ショアジギング専用アシストフックファイヤーツインというアシストフックのご紹介をさせていただこうと思います。このファイヤーツイン、ファイヤーフックを製品に仕上げたものですから、非常にバラしにくい、ショアでずり上げたり、抜き上げたりしてもバラしが、かなり少ないという製品に仕上がっています。それともう一つ、特徴としましてはやや張りが強い設定になっています。これはショアキャスティングでフルキャストしても飛行中の絡みを防いだり、飛行姿勢が乱れずに飛距離が、稼げたりという特徴を生み出すことになっています。絡みを防いだり飛行姿勢が良くなったりというメリットを生むためにちょっと張りのあるアシストラインを使っているというのが特徴のショアジギング専用アシストフックです。あとパッケージにも一工夫ありまして、ちょっと見ていただけますか。この 60g とか 40g とかフックサイズではなく対象となるメタルジグのウェイトでパッケージに表記させていただいているのが新しい特徴です。ですから店頭でメタルジグを購入されるときに 60g のものを買おうと思えば迷いなく 60g、 40なら40というふうに選んでいただけます。じゃあ、例えば自分が使おうと思っているのはこのレベルの50なんだけど、じゃあ何を選べばいいのってなると、この 40g って書いてるもののこのメイン一番マッチするウェイトの下に対応適合ウェイトという表記欄があります。はい、それを見ていただくと 30g から 50g というジグに対応しますよということを書かせていただいております。その範囲内のものに使っていただければ、大丈夫です。これもそうですね。例えばストライクというジグ、これ 125g ですけど、これでしたらこのほぼ 120g、ですからこれを選んでいただくことになるんですが、この 120g にベストマッチしますが、適用範囲としては 100g から 150g まで対応しますよということも、使用適合ウェイトの幅を、しっかり書かせていただいてますので、これも参考にしていただいて使いこなしていただけると思います。張りがあり、バラしにくいショアジギング専用ファイヤーツイン、商品を選ぶときもジグのウェイトで選んでいただけるという商品です。もちろん、張りがある、アシストフックという意味でいくと、オフショアでも全く問題なく使っていただくことはできますので、合わせてご利用いただければと思います。以上です。よろしくお願いします。